皆さんこんばんは。食いしん坊ともちんの動画をご視聴いただきありがとうございます。丸一食品さんのチキンとお稲荷さんを食べた後、沖縄そばニューロイヤルさんへ行って、こだわりの沖縄そばを食べてきました。そしてなんと2袋も 400g のもずくいただいてきちゃいました。そして次目指すは沖縄道の駅です。美味しいものいっぱい探していきたいと思います。グルメや観光、旅を楽しみながら美味しいものを探していく沖縄が大好きな食いしん坊夫婦の旅行 Vlog、 再生リスト沖縄にいっぱい入っていますので、よかったら過去に遡ってご覧ください。それでは沖縄旅行3泊4日今日の動画スタートです。チーズマンゴー、いい感じ。マンゴーバターやで。これもすごい。シークワサーマーマレード、あ、好きやもんね、それ。これも、冷やして飲む。そうなんや。どうしよう。地元の人も結構来はるよね。来はる。あのサーターアンダギーみたいな買うんかな。トントン。でも観光客はみんなやっぱり女の駅目指して来はるんやね。ね。ここからの景色が最高です。サンセット街道って言うやん。ゴルフしてはる。暑いわ。もやずっとみんなで行きよんやん。すごいね。自転車で空間上り坂だよ。大変だ。しかも荷物積んでるし重たいね。進んでまいります。ダイビングとかだけやね。それ暑いもん。まだ夕方からとかやったらね。でもあのあれ違う、あのプールとかもたくさんみんな泳いでん。違う、うん、スライダーのあるプールとか楽しんでるんでしょ。本当だ、ピンクのシュリンプ屋めっちゃ人気かな。色がめっちゃ目立つもん。すごいよ。皆さん入ってはりますわ。県民の森やて。すごいガードも通ってくる。高級ホテルが見えてまいりました。おすすめですよ。ぜひぜひ。本当だね。すごいリゾートだ。で、ビーチでございます。
本番がここにあります。フォカッチャが美味しかったね。車入ってんね。車たくさん入ってる。キザでございます。宝くじがよく当たるとこ。当たったのかな、わからんけど。たまたま一等の税務署。たまたまやったんかな。トンネル抜けたら雨だった。雪だったじゃなくて雨。雨だ。雨だ。降ったりやんだり。でもこっち結構雲厚いね。雲厚いね。うわー、すげえ雨。さすが沖縄。まだ別世界だよ。うん、塩辛いの食べたから。そうそうそう。あそこの本当スムージー美味しいよね。スムージー出ようからな。なんて言ったか忘れちゃったけど、だってパイナップルの果汁を 100% それはフローズン。フローズンで、まあ、パイナップルフローズン。そうそう、果汁を使って。行ったら値上げしようかしら。まあ値上げしてても全然いい。でも350円ってね、確かに、うん、なんか北に行くたんびにいつもこんな天気になるけど、カラッと晴れてる時あるんやろかね。でしょ。めっちゃ雨降ってるよ。シークスアンパークか、ここ上がっていくね。飲み放題。でもわざわざここまで混んでも那覇で十分。中にあるやん。三戸前、三戸前。そうそう。道の駅大喜味とかがあるよね。今回ソラシドエアのあの冊子、あのこの沖縄北部やったよ。あ、そう。うん。およそ700m 右方向、ライブダウン、東方面です。ああ、あれは搭乗証明書。証明書。日向坂48かなんかの人が一緒にコラボしてあるでしょ。やってきました。ソフトクリーム、カラキ。シーパーサーとカラキ食べる。うん、カラキでもいい。俺シーパーサー一つ食べたい。ほな、一つずつ食べる。いちごスムージーバナナ。これで増量な。いや、増量。これ増量。あ、そう。あ、シグさん、はい。いただきます。では早速。うーん、美味しい。これすげえよ。スパ、美味しいよね。うん、おじちゃんのこんな感じがする。これシークル、シュッパ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 どれつやろ。酸っぱ、レモンより酸っぱい。シークワーサーって感じ。アップルソースだ。ここにホットクリーム初めてだ。うん、はい、の治った、うん、もう大丈夫。あ、そう、上に振りかけてんのがすごかった。あの黄色いソースがね、酸っぱい。このソフトクリームおいしいね。酸っぱいわ。シークワーサー、うわなんじゃこりゃ。ソースだいぶ回してたね。ソースはもう上がってない。しっぱうん、あがへん。そう、シークワーサーが頭だった。どこ。あ、頭が。うまい。
これね、ソラシドエアで見つけたから。で入ってる。飛行機の。押してみたらいい。押してる。あかんかった。違うかった。あ、出てきた。どここれ。移送費用どうやって探してみたら。で、2160円でしょ。で、ここはカラキの葉。カラキの葉。違う、量的にはこちらの方が違う。早く開けて。あ、もう先だ。はい、開けました。乗りましょう。おー、すげーな。めっちゃ降ってきた。急に降ってたな。うわ、大粒や。うん、もう満点やったね。ソフトミルク、うん、なんかサービスで大盛りって書いてあったけど、ほんまに大盛りやった。ほんまに大盛りやったな。他の人見たらね、全然全然もうだってそこまでどこどこ、うん、ソラシドローナー、そんな、いや、それ機内のサッシ、機内紙、そう、機内紙、機内紙あれもらってもらえるもんね。そう、それお得やな。これめっちゃお得でした、うん、機内のサッシちゃんとやっぱり見ないとね。そうやな、チェックしとかないとね。寝てる場合じゃないね。爆睡ですさ。ほな、雨の中行きましょう。ヒートベルトしなさい。これは逆走じゃないね。大丈夫でございます。リブちゃん走らない。右手に向かって参ります。えらいこっちゃ。こっちゃね。飛んでいけます。すごい、あいちゃんの看板すげえ。サンライズ東、皆さんぜひ寄ってください。東9キロ、あと9キロ、9キロです。それ違う車、みんな地元の車、地元の車ばっかり。レンタカーも全然見えへん。ねえ、まあだからあれ違う、ジャングリアができてからやっと北に来てどこ行こうかってなるん違う。そんなレベルかな、うん、だって来てもみんなあのあっちの八ヶ地島とかさ、そっちの方行くん違う。こっちになかなか来ないよね。ヤンバルクイナ見たい人だけ来るん違う。天気が変わりやすい沖縄でございます。こっちの海か、大丈夫よ。何のお店、カネアン食堂やて。食堂ぼちぼちと目的地に近づいてまいりました。まもなく左方向です。あ、これ目的地周辺です。サンサロのところ、うん、そうそうそう、これ曲がったすぐや、もうすぐですよ。こっちは晴れてるで。晴れてますね。左です。パインアップル販売しています。はい、見えました。見えました。これで何回目、3回目3回目1回目はたまたまやったけどな。ねえ、たまたまちょっと寄っただけやった。立ち寄ったらすごい美味しかった。何にもわからんと寄っただけね。え、ほんとほんと。やっと来ました、日本一のパイナップル。日本一で、日本一よいしょ。スナックパイ中でも売ってるでしょ。何を売ってるパイナップル。あ、マンゴー売ってる。ニコ買っていく。フルーツを2つください。350円ずっと思い込んでた。やっぱ美味しいな、もう何いつ来ても一緒やね、美味しいね。毎回味が違うとかじゃない。よいしょ。はあ、美味しい。なんでこんな美味しいんやろ。
味しいよね。サンライズ東、日本一のパン屋だね。うん、何回食べても美味しいね。うまいな。昼と夏朝食でしたね。おお、いいな。美味しかったよ。いただきます。およそ300m 右方向へ。多いな。穴場やな。うん、およそ 5km、うん、さあ、まだ降ってたね。なんで移動するとき雨降るの。いやだ、もう雨降ってる方向へまた行けるからさ、うん、さっきのあれ何やさ、食堂って書いてあるって言ってた。通り過ぎたところ、うん、食堂って書いてある。すごいな、また降ってきた。次回にシンガポール行かなかな。ナマコ石鹸はあれシンガポール？じゃあれクアラルンプールでしょ。 TWG 会にシンガポール行かなか。いや、 TWG はもうあるやん、そこ。よろしいやん。わざわざシンガポールまで。日本語通じるしね。ナマコ石鹸もうええの。もういいよ、もう流行り終わった。車エビ屋さんとかいたね。うん、行った昔ね。養殖場あるから、うん、なんか2カ所あったよ。養殖場が目の前にあるのとお店だけでなんかゴジラ級のやつわわって。どんな風になってんのよね。だいぶ来てないもんね。2年ぐらい来てないかな。2年もっとじゃない。もっとかな。全然久しく来てない。ねえ。もうずっと来てない。来てないよね。ぜひ残高も続いてない。そんなにも通らないでしょ。ほらほら、ここからこう、こう下っていくからすごい綺麗な。右方向です。
ビーチでいっぱい泳いではる。ほんまに泳いどる人なんだよ。まもなく右方向です。なんか展望台もなんかめっちゃでかくなった気がして。右です。なんだこれ、こんなんだったっけ。まあ、確かにこんなんあったけど、なんかちょっと変わってるような気がする。斜め左方向です。その先70メートルで目的地周辺です。なんかいろんなのが変わってるね。まもなく斜め左方向です。その先70メートルで目的地周辺です。いっぱいやわ。ほら、50分待ちかなんか違う。それ開けません。無理なのかな。ちょっと待ってみよう。じゃじゃん、じゃじゃん。こういう人どこ行く？しなさん、道を行く。こっちの道こ来たことないよね、こっち。来たことない。ちょっと待ってみか。ちょっと人多すぎるわね。多すぎるわ。なんかひどかったね。いやだ、あんなのは無理だ。待てません。やっぱ観光地に来るのは無理だね。うん、やっぱり違うところへ行きます。なんかおしゃれな、これからするんじゃない。こんなん知らんか。なんか知らんね。すごいね。すごいね。これ辺ホテルでしょ。あ、ホテルか、これ。何これ、全然知らんわ。この先行けるなんて知らんかったな。営業中。博物館。宮古島みたい。いやすごい、ここいいね。こんなあったんや。いろんなとこにカフェあるね。おお。分かれへんわ、どうやるか。うん。ビラもあるし。コーヒー屋さん。コーヒー食べた。おしゃれー。待ってた。うわ、ここからも綺麗で。あ、ここ写真撮る。写真。うん、めっちゃ面白い。なんか乗り物乗ってる。ほら、青いのカートカート。ずっと上まで。すごいね。無料で開放してる。誰かの年なわけでしょ。そうやね。なんか
鳥って書いてある。あ、閉まってる。左方向です。なんか上なんかやってるね。あ、ここレストラン。業がすごいね。いい感じやったね。ここら辺にベンジャミンバーがいかんかった。あー、なんかあったな。もうちょっと向こう行ったんじゃん。行ったね。途中までなんかベンジャミンバーが近くまで来たなっていうのがあったけど、またね、あれもうイートインできるやろな。うん、ね、ダムダムで食べたいな。うん、すごいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。